紀伊山地の霊場と参詣道の世界遺産登録20周年を記念した護摩法要が昨日吉野山の金峯山寺で行われました。この法要は修験道の開祖である円の行者ゆかりの36の寺社で構成する団体が世界遺産登録20周年を祝い行ったもので、金峯山寺の五条領地管領が同志を務めました。はじめに修験道の発展や天下太平を願う祈願文が唱えられ、続いて護摩壇に火が灯されました。この法要は当初屋外で行われる予定でしたが、雨のため蔵王堂内で営まれました。本尊の金剛蔵王大権現3体が特別に開帳され、集まった僧侶や修験者およそ80人は祈りを捧げました。